形県酒田市のバイク屋鈴木モータースです。この前ですね、8月の鈴木の試乗会、毎月当店で行っている鈴木の試乗会のですね、8月が先週末にですね、終了いたしました。史上初となる鈴木モータースの鈴木試乗会ではですね、史上初となる、なんとですね、もう大雨で、なかなかですね、たくさんのお客さんに試乗していただくことはできなかったんですけども、9月はですね、次回の9月は晴れることを祈ってですね、鈴木の試乗会また開催していきたいなというふうに思います。9月の試乗会はですね、いろいろと面白いことがたくさんあります。初の試みだったりがいっぱいあってですね、非常に楽しい1年間で、多分こんなにこういろいろ面白いことが起こるのはこの9月が最後なのかな、今年で言うと最後なのかなと思います。なんとですね、今回週刊バイク TV ってご存知ですか？はい、週刊バイク TV が当日ですね、この鈴木試乗会、当店の鈴木の試乗会に取材にですね来ていただけるという大きいことでございます。あとですね、スフィアライトさんってわかりますか？まあ、あの当店でもですね、大人気の LED のヘッドライトとかですね、あのポジションライトとか、いろんなこう電球、電装関係をですね扱っているメーカーなんですけども、そこのメーカーがですね、東京モーターサイクルショーとかそういうイベントにもですね、たくさん出展していて、あとは全国のイベント、大きいイベント、スーパーオートバックスさんとかであるですね、イベントとかにスフィアライトさんブースを出しているんですけども、そこにですね、よく展示されているあの CBR の、1000WR のですね、もう全て至る所にスワロフスキーを取り付けした車両があるんですよ。見てください、これ半端ないですよ。実際見たことあるんですけども、すごいですよ。これモーターサイクルショーとかも見れるんですけども、もうカウルの全部にですねスワロフスキーをつけていてスフィアライトさんのデモ車ですねが、山形県にはですね、なんと初ということで、スフィアライトさんも本社から来ていただいて、このデモマシンを展示していただいてですね、本社の方も来てくれると。あとはですね、この方、皆さんご存知でしょうか？バイク乗りの中ですね、非常にこう見たことがある人がいっぱいいると思うんですが、 CM とかそういういろんなものにですね、メディア出演されている有名なバイクタレント兼レースクイーンのですね、大関沙織さんが、なんとですね、今回特別にご出演していただけるということですね。で、大関沙織さんも、もうプライベートでもすごいバイクが大好きで、当日ですね、鈴木さんにいっぱい試乗したいと言っておりました。ですので、大関沙織さんに会いたい方はですね、ぜひご来場いただければなというふうに思います。で、車両の方なんですけども、今回すごいんですよ。いつも通り当店の試乗車がですね、 S1000F、S750、SV650、Vstrom 250、ジクサー、あとは GSXR125 ってあるんですけども、なんとですね、先月に続いて今月もですね、鈴木二輪のメーカーさんの方からですね、試乗車を貸していただけるということで、今回もですね、たくさん試乗車をお貸しいただけることになりました。車種はですね、8月は違うんですけども、今回なんと 1,2,3,4,5,6,7 8台もですね、試乗車を貸していただけるということで、みんなですね、おお、やった、今回何の車両が来るんだろうっていうふうにですね、もううちの試乗車2、4、6台プラス8台というので14台ですよ。でもすごい台数になるなと思って、車種を聞いたんですね。なんとすごいですよ、試乗車をお貸しいただける8台すべて 125cc で、その内訳がですね、 GSX-S125 青、 GSX-S125 青、 GSX-S125 青、 GSX-S125 黒、GSX-S125 黒、 GSX-S125 黒、 GSX-R125 黒、 GSX-R125 黒ということですね。すごいことになりませんかこれ原付2種祭りですよ。GSX-S125 をですね、色違いも乗り比べができると、青とですね黒も乗り比べができると、やっぱりですね、今年に入ってから GSX のこの S125 と R125 が非常に人気で、うちの試乗会でですね、このいつもうちの GSX125 黒のカスタム車両がですね、試乗車あるんですけども、
これに乗りたいけども1時間に1本じゃないですか、まずは。なので予約がですね3時間後のラウンドになったりとかしてなかなか乗れないっていう方もいらっしゃったので、まあでも今回は絶対大丈夫だと思います。125だけで9台ありますからね。必ず乗れると思います。全国のですね 125cc に乗りたかったっていう試乗希望の方はですね、ぜひうちの試乗課に来ていただければほぼ 100% 毎回のラウンド乗れると思いますので、多分すごいことないそうですね。もう晴れてですね、たくさんお客さんに来ていただいて毎回のラウンドこの14台が一斉に出たら、多分見てる方たちはすごい光景だと思うんですよ。 125cc めっちゃ減るなっていうもうすごいことやると思います。なんか当日、まあ試乗車って駐車場に並べてすぐ試乗できるようにこう並べてるんですけども、その光景がすごい面白いと思うんですよ。 125cc がすごい並んでると思うので、いろんな 125cc にですね乗っていただいて楽しんでもらえればなというふうに思います。まあそのなかなかできない S125 と R125 乗り比べもできますからね。エンジンとかそういうベースは一緒なんですけども、やっぱり SF フルカールの、スポーツ寄りなセパレートハンドルの、スポーツ系のポジションと S125 というネイキッド寄りのポジションもですね乗り比べできますので、ぜひ当日遊びに来ていただければなというふうに思っております。あとはですね9月の16スタッフ眉のですね、ここだけの話ですよ、誕生日ですので、みんなでお祝いもしたいなというふうに思ってます。これサプライズなので内緒ですよ、はい、そんな感じで9月の16日うちですね試乗会かなり盛り上がること間違いなしですので、ぜひですね遊びに来て試乗しに来ていただければなというふうに思っております。はい、じゃあそんな感じで今日も一日頑張っていきたいと思いますので、今日は8月最後の日ですね。8月最後の日でまたですね8月もいい感じで締めくくって9月も頑張りたいと思いますので、今日も一日よろしくお願いします。